いやあ、せつなけいすけだよ。パート1からさ、もうずっと続けて、ね、撮ってるからね、喉がちょっと若干限界気味だけどさ、もうそれ以上に恨みっこ次の日イタン2のさ、確信に迫ろうとしてきてるからさ、ちょっと好奇心、もう気になって気になってしかなくて、もうパート4撮ります。本当はセブンの候補ができてないからさ、途中で終われないっていう、そういう理由がある。そして換気扇。換気扇じゃないわ、換気後。行こう。換気口があれば中には入ろうという発想が出始めてるからね、もう次の日の世界に染まり始めてるわ、染まり始めてるからもう染まりきってるわねえ小林さん、ミクロさん、一緒に現代に帰ろうね。やめて、そうしたら誰か死ぬぞ、誰か死ぬっていうフラグが立つぞ、これやめて。西野さん、うん、一緒に帰ろうね。よかった、やめろ。それでさ、10秒進み続けたらさ、その10秒後にオールフェーン涙みたいな感じの BGM が流れ始めてさ、誰か攻撃食らって死ぬとかで話、そういう話で、ね、なくないわ。よかった、それバトルものじゃないもんなドラゴンボールだったらありえそうやったけどさ、ドラゴンボールじゃないからな、これは。お、人形、お、あれエイリアン、あ、だだエイリアンみたいな感じのやつが俺人形、あと平田隆さん、あ、平田隆くんこんな感じなんだ。そうだ、めちゃくちゃエイリアンっぽいんやな。よくここまで来てくれた、この釘を外してくれ。平田さん、人体模型に脅威してたんじゃないの？この人形は何なの？この人形は村岡が作ったものだ。うわぁ、手芸部だったんかな。すっごいうまい。売れるで。ちゃんとした人形出そうなん作れば売れるで。なんでこんなエイリアンみたいな、学ラン着たエイリアンみたいな感じの、宇宙人田中太郎が中学生になりましたみたいなやつ作らんでもいいのに。ここで死んだ人間を一人一人忘れないために作ったんだ。村岡さんが？今はこの学校に異変が起き始めている。シコさんの青い水の力が恨みっこの場所に侵食を始めた。この人形にも力が宿り、俺も人体模型から移ることができたんだ。それじゃあ他の人形も？わからない。俺に変わった人たちに移る意志があるのか。そうなんだ。新しい器を手に入れたんやな、とりあえず。ねえ平田さん、私たち村岡さんのことをよもっとよく知りたいの。現代に帰るためにどうしたらいいのか。あの死の道への扉を開いたのは村岡さんなんでしょ。なんか発音おかしいなんだ村岡さんがどうして恨みっこになったのか、そして4年仕組の扉をどうやって開ければいいのか教えて。わかった。俺と村岡は青地街中学校のクラスメイトだった。昭和44年の3月、中学を卒業する数日前に俺たちは怨霊によって引きずり込まれた。まずはじめに村岡が引きずり込まれ行方不明になった。だが村岡はもともと学校に来ていなかったから、クラスの誰も気にも止められなかった。不登校だったんやな。どうして来てなかったの？村岡は家に引きこもっていたんだ。小学校の頃は登校していたんだが、中学に入って間もなく学校に来なくなった。引きこもり、正解。だが卒業間近に迎えた頃、俺は廊下で村岡を見かけた。教室の前でずっと立っていたんだ。俺は久しぶりに村岡が学校に来たと思って声をかけた。それ声かけるわ。久しぶりに会った、久しぶりに登校してきたクラスメイトが来たら、それ声かけるわ。でもそれをうまく利用されたって感じか。
だがその顔は恐ろしい怨霊の顔をしていた。司教さんね。そうだ、後に司教さんと呼ばれるように呼ばれるその怨霊は村岡のセーラー服を奪い学校へ焼けてきた。後で分かったことだが、司教さんは人間になろうと地獄からやってきた怨霊だった。そして村岡の姿形、その思考まで真似て現代の学校へやってきた。その姿は俺以外の生徒たちも見かけ、村岡執行の姿をした怨霊は執行さんと呼ばれ存在が固定されてしまった。そうだったのね。なるほど。村岡の心を開く方法、それは俺にもわからない。そりゃそうだろう。女の子の友達がわからんで男の子の友達がわかるって、もう恋愛の恋人の域になるからな。分かっとったとしたら村岡好きだみたいな、そういうエンディングも待っとるみたいな感じになるぞ。それじゃ、だが初めは村岡は俺を現代へ返そうとしたんだ。え、どうして？あ、自分の世界に平田隆くんが邪魔だったけんじゃない。あんたいらないわ、私の世界に。どっか行ってみたいな感じで嫌われてんじゃないの。平田くん嫌われてんじゃないの。本当は俺は村岡をもう恐ろしい怨霊に変わってしまったと思っていた。だが村岡は一年仕組みの存在を教えてくれた。そして自分のことを忘れてほしいと言ったんだ。村岡さんがそんなことを？だが俺は村岡のことが忘れられず校舎を引き返した。そして4年仕組みにたどり着いた時、村岡に話しかけた。一緒に帰ろうって。だがそれを聞いた村岡は恐ろしい形相に変わり襲ってきた。もう恐ろしいってレベルじゃないやん、もうゾンビやんこんなもう幽霊お化け屋敷とか入ったらザラに出てくるタイプのやつやんこんな。俺は逃げ続け理科室で殺された。村岡は恨み子に変わってしまった。恨みの力に負けてしまったんだ。恨みの力、ってことは平田隆くんのことも恨んどったみたいな感じになったんかな。ねえ平田さん、もしかして村岡さんが怨霊になったのは平田さんを現代へ返すためだったんじゃない？どういうこと？そうかもしれない。そうかもしれないって思う節があるんかい。俺はどういうことってなってしまったけど、平田隆くんはちゃんと分かっとんか。怨霊になれば現代への扉が開けると考えたんだと思う。あ、そういうことか。どうにか現代に返すための道作ってあげようって感じか。死と死の意味を変えるという言葉遊びも司教さんに真意を悟られないようにするためだった。俺が戻らなければ村岡の言う通りになってたかもしれない。あの時どういう気持ちで俺を返そうとしてくれたのか、それが分かればあの頃の気持ちを思い出してくれるかもしれない。生前の優しかった心、思春期のデリケートな女の子の気持ちなんか察することって難しいぞ。本当に私村岡さんを信じていいのかわからない。本当に平田さんを返すつもりだったと思う？小林瑞穂、さっちゃんは同じように司教さんの噂を表明させるために返したんだとしたら。それはない。司教さんの噂は当時すでに広まっていたからな。でも三っちゃんが疑うのは仕方ないと思う。でも私村岡さんを信じたいよ。さっちゃん、自分を恨ませるなんて、村岡さんは本当にそんなことを望んでいたの？
木島さんが言ってたの、本当はみんなの友達になりたかったって、一緒におしゃれしたかったんだって。私だってそう掲示板で悪口を言われてもクラスのみんなと一緒にいたかったから。恨まれることなんて絶対望んでないよ、さっちゃん。俺たちにできることは村岡の心を開くことだ。巨大な執行さんや恨みっ子を倒すことは絶対にできない。君たち二人が現代に帰るにはそうするしかない。たかしくん、たかしくん、ちょっと、私たち三人だけど、この中の誰か一人見てないの、たかしくん。あれ、三人よ、一人じゃないわ。え、二人。たかしくん、たかしくん、誰が見えてないのかな。たかしくん、ねえみっちゃん、西野さんがいないよ。もうすでに消えてる。見えてないとかじゃなくて、いなかった。そりゃってなるわ。西野さん、またいなくなったの。西野結はまた2年5組に戻ったようだ。2年5組。西野結が死んだ場所だ。死んだ場所って言っちゃった。死んだ場所って言っちゃったね。平田君、君は何かしてるんだね。吐きたまえ。死んだ、何か知ってる。高橋君、何か見てるな。西野優衣は 6日前に怨霊と化した内田久美子によって殺された。あ、そうじゃ、久美子先生に襲われた、襲われた時に死んどったんじゃ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さんなんやかこれ。ってことはさ、第3話でさ、すでに偽物には取ったってことじゃない、それ、西野さん。そういうことじゃない。え、偽物？いや、偽物だろうが本物だろうが、とにかく死んだ後の西野さんになっとったんじゃ、つまり。そういうことだったんじゃ。よう考えたらなんで疑ってなかったんじゃ、俺、あれ。うちは先生に襲われたのに、なんで平然とした状態で西野さんが出てきた。それ今考えたらすっごい不自然。そうやな、こうやな、自分が死んだことも分からずに闇の木造校舎をさまよっていたんだ。気づいてないんじゃ、自覚できてないんだよ、これ。6日前死ぬ直前の記憶を引きずったまま。じゃあ、私たちを一緒に逃げた時にはすでに死んでいたはずだ。そんな、だって私と話していたんだよ。西野結衣は学校に取り付く不幽霊になってしまった。この学校が消えない限りもう成仏はできないんだ。そんな、西野さんまで。西野結衣のようにならないためにも、君たちは生きて現代へ帰るんだ。4年仕組みに行こう。行こう、みっちゃん。村岡さんと話してみよう。おった、おった、村岡さん、ここで出てくるんじゃ。村岡さんスルーしてしまったけど、いいんかなって思っとったら、ここで話すチャンスくれるんじゃ。よかった。てかみんなもおること知っとったな、これ。手に入れたって形になって村岡隆がついてきた。ブブー言われてるぞ、隆くん。決定機押した時にブブー言われてるぞ、ちょっと。隆くん、どういうことだ君。よっしゃ、とりあえず戻れってことやな。ご丁寧にそっちに行く道方いいらしいぞ。あ、もうそこまでスキップされる感じ？何これ？平田さん、あなたの言葉で分かったよ。私がどうなってしまったのか。
あ、ようやく自覚した感じじゃ。二人に黙って持ってきちゃった。本当にお持ち帰りし始めたこいつ。自分の好きな人が人形化したっていうグッズをな。持っていくんわい、お金を払え。安藤君、せめて平穏な最後を迎えられますように。あ、浮遊霊の西野さんがおらんようになった瞬間、地獄チャイムが鳴り始めた。潰しに来てるぞ、音量が潰しに来てるぞ。二人とも4年生校舎まで走るんだ。本気を出してくるぞ、シッコさんが本気を出してくるぞ。右だ、左だ、右だ。こちらトン当てるわ。ご丁寧に 4年生の方に道しるべ作ってくれてるわ。二人とも頑張れ。オアシス平井、平田か、平井じゃねえわ、オアシス平田。オアシス平田が出てきたね、今度は。オアシス西野をリスペクトして、新しくオアシスシリーズの人間が新しく出てきたぞ。どっち、このまますぐでいいんか。よし、行くぞ、どんどん行くぞ。目指すはシコさんのところじゃ。4年生校舎じゃ。こっちにはオアシス平田がおるんだ。来たー、来た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 。オアシス平田ピコーン。よーし、このオアシスシリーズの心強さですよ。見て、産地回復してるんだぜ。進め進め進め、もう何も言わずに 4年のところ。ここか、ここじゃない。1年仕組み。こっちだわ。ちょっと、おっ、どうした。いやー、シコが入ってきた。え、走れ。後ろに巨大なやつおる、もしかして。振り向くと死ぬ、振り向くと死ぬ。でも振り向いたらセーブしてないから、いやー、うわー、どうする。この攻撃全部避けられるんだ、この攻撃だけは全部避けられるんだ。どういうシステムなんだ。急げ、もう通気口の中に入ることはもう慣れたものじゃ。もう交際こうもなってきたら、あと平田隆君、うん、四つん這いになってる状態の二人のスカートの下に回り込んでパンツ見ないように逃げ切った。シーコさんは4年生校舎に入ってこないんだね、今は。なだが、青い水は4年生校舎まで侵食を始めている。入ってくるのは時間の問題だ。早く村岡さんのところへ行こう。この先におるんじゃ。とうとうシコさんがな。よっしゃ、ちゃんとセーブができたけん、ここで終わろうか。ようやくちゃんとセーブできたわ。こっから始めれれば、今からバツ押してゲーム消してもな。よし、それだけでもう今回のパートここで終わりっていう気分になるわ。よっしゃ、というわけで今回はこの辺で、次回多分一騎打ちじゃ、シコさんと一騎打ちじゃ。いや、どんなバトルがあるか知らんけどさ、多分一騎打ちだと思うんで、というわけで週明け。ああ、西野さ、死んどっただけで別に敵に回ったとかそういうんじゃなかったんじゃ、偽物だったとかそういうんじゃて、だとしたらさ、なんでさ、あれだけここの世界のことをよく知っとったりするんだろう。それはちょっと怪しいぞ。
まだまだちょっと西野さんが敵だった説、死んでさらに敵になった説ももしかしたらあるかもしれないぞ。わからんぞ。おいおい。